はい、もう夕方なんですけどね、ちょっと撮影します。今日はあるカメをこの中から紹介したくて動画を回しています。もう人が来ても全然逃げない、まあ、ちょっと逃げたか。昔はね、もうここにカーテン開けただけでここにバスキングしてるカメが全部ベッてこう逃げる感じだったんですけど、もう最近はほら、はよ餌くれよみたいな感じですね。ちょっと水汚いようですけど、そこまで汚くないかな。一応何がいるかっていうと、運休と、ヤヤマ、ニシガメ、国家のオスのクサガメと、ここに、ちょっと見えないな。これですね、これチーズガメですね。太眉がいますね。で、今日紹介したいのが、こいつなんですよね。これ皆さん覚えてますか？過去に何本か動画上げてきて、まあ、これだかな。これらの動画を上げてきて、まあ、友達がね、野生で捕まえてきた、ね、ミシシッピ赤耳ガメなんですけど、復興が柄がなくて、で顔が白いっていうやつですね。ちょっと手に取って見てみましょうか。よいしょ。うわ、でかくなったね。ちょっとね、まん丸やったのが、甲羅が縦に伸びてきた感じがしますでしょう。これね。で、いきます。復興がおとなしいな。ほら、柄がないんですよね。普通こういう緑ガメ特有の模様みたいなのがこのお腹にあるじゃないですか。それがないんですよ。で、顔がやたらと白い。この赤耳の部分もちょっとね、ほんのりオレンジというか、まあここは個体差なんかなっていう感じがするんですけど、結構ね、薄いんですよね。とりあえず薄い。こっちが薄い。で、キバラと赤耳の交雑ハイブリッドみたいな。まあ、はてなんだよな、そんな感じですね。で、甲羅のここの縁の部分も普通の多分赤耳の画像を検索してもらったら分かると思うんですけど、あんまりね、ここまで黄色が出ないと思うんですね。ちっちゃい時よりかは黄色の部分が、まあ、減ったかなと思うんですけど、まあ全体的に大きくなったからかなと思います。いやー、大きくなったね。いいね、これ。大きくなりましたっていう一応報告動画と、こう縦に伸びてきましたよっていうのとね、未だに何のカメかわかんないんですけど、画像検索とかしたら出てくるなんかパステルって言ったらいいんですかね、ちょっとこう色が普通の緑髪よりも薄いような個体となんかちょっと似たような顔の感じがするんですけど、まあ野生個体なんで、ただのキバラと赤耳の交雑種なのかなと個人的には思っています。可愛いね。でかくなってきて、ほんとずっしりしていて、一応もらった時の画像載っけますけど、こんな感じ。いや、ちっちゃいっすよね。ほら、甲羅も比べると、右がね、今の状態で、で、ちょっと縦にね、伸びてきた感じがするんですけど、これね、ただ、その、もらった時のやつは、まん丸じゃないですか。ね。いやー、ずっしりしてきて、ヨリガメ、あんまり興味なかったんですけど、この野生個体の、ちょっと薄いね、個体をもらってからはね、結構ミドリガメが好きになりましたね。さあ、あんまり持ってるとあれなんで、この子ね、戻して、でね、はよ餌くれよと言ってるような感じがするんで、この子メスだったらいいな。今から餌をあげていきましょうか。餌はこれっすね。サキヒカリとカメプロスですね。それを混ぜてます。これを一すくい。これぐらいね、いつもあげてます。さあ、じゃああげよう。はい。いるかお前ら、こっちであげましょうか。うん、さあ食べに行きますよ。おい、いやー、食いつきいいな。めっちゃ元気ですよねこいつ。他のカメも食べに行きましたね。で、あの運気もね、めちゃめちゃ激しいんですよね。餌食いよし。ご飯を食べている様子をね、お送りしますね。他のカメの方に捕まってる感じが可愛いですよね。チズガメもちゃんと食べに来てるけど、ちょっと控えめだな。ヤイヤマもいるし、ここにもう一匹チズガメもいます。こいつは控えめなんですけど、後でね、ちゃんと食べてますからね。
の主役はこいつやな。頭がね、だいぶゴツくなってきてね、いい感じなんですよね。この手すぐ大きくなるんだろうなって思ってます、個人的には。この運休もね、メスっぽいんでね、大きくなるのが楽しみですね。いい餌食い。はい、とまあこんな感じでね、一応外外です、ベランダで飼ってるんですけど、うちのね、カメちゃんたち元気ですよと。ここのちょっと色が変わった野生個体の緑ガメもね、大きくなってきましたよという報告動画でした。またこんな感じで子ガメからどんどんね、なんて言ったらいいんでしょう、セミアダルトっていうんですかね、まあまだまだそこまではいかないか、まだまだ子ガメですけども、大きくなっていく様子っていうのを動画にして上げていけたらなと思っています。ではまた皆さん、次のカメちゃんズでさよなら。